よし、ドラゴンクエストライバルズ、冒険者、セイナ、研究部やっていきましょう。マリガンですが、全部返します。で、コスの冒険者が欲しいと。で、結果的には引けませんでしたと。かなり悲しい。これ、初手プチプリースト。コスの冒険者一応いるから、まあ、アンルシアから回るのが、悪いんですかね。プチプリから、まあ、行くって選択肢もなくはないですが。冒険者引けないと、しょうがないんだよ。で、相手のデッキは占い小屋。はいはい。占いサーチしてくんのはまあ鬱陶しいんだよね。かなり強めだと思います。うんで、セーナしか引けないでいく。悲しい。結構事故ってますね。まあ、結構3コスの冒険者が今回ラビエルとイザヤールが増えたんですけど、まあ、1、2コスが結局増えてないんで、そこら辺でやっぱ序盤の動きってのがまあ安定しないのかなとは思います。嫌です。俺も占いの小屋あんま意味ないってなってるよね。銀太郎と占い小屋両方入れるってどうなんだろう、僕として。まあ、占いカード1コスで加えるって考えたら強いんですかね。あるいは建物シナジー。やっぱ。セイナさんとは一度お話ししたいと思ってたんです。バケマいいっすね。まあ、動き方次第では。バギマもありかな。ハスジの方がいいかな。シンクロ。まあ、ドラいるからシンクロ早めに回した方がいい。早めにって言ったって別に。はい。これは当たり方次第か。あ、いいんじゃない？ええやん。どれにしましょう。他のランダムなユニットだもんね。ハスジ置いて、回復して、ちょっとセイナ使いづらくなったけど、この呪文はどうでしょう。よしよしよし、これいいんじゃない。除去しづらいっしょこれで。エメラルとウドラーもいるからね。まあ、次ターンバギマ覚醒の光テンション、あるいはまあザンクローネ。いやザンクローネないかな。ウドラー強くした方が多分いいと思う。カラマンバギマ覚醒ウドラんテンションで、次ターンウドラ、その次のターンエメラルドーンとか置いていけばまあ嫌なんじゃないですかね。まあエメラルドーンに対しての対処法ってなかなかないと思うんだな。まあ、当然処理していく。私では力不足でしたね。私のターンですね。どうしよう。やべ、下かんだ。ちょっとバギマ行こうと思ったけど。こんな感じでええんちゃうん。ゴリゴリに攻めていく。私のターンです。殴ってバギマると弱すぎるもんな。さすがに。バギマケアあんましないと思うからね。いい感じでセイナと組み合わせられたらなと。待ってね。大いなる尿道の力。お願い。頼む、撃ってくんな。撃ってこないで、撃ってこないできついんだよね。なんかバギマ使えと言わんばかりってこと。どれにしましょう。こんなのもうゴリ押すしかないじゃない。ゴリ押すしかないじゃないか。何言いたんだろう。あー、太陽か。太陽しかないよね。太陽以外ある？ポンポンプリンのやつ、バルンターゲット。暴れ足取り。いや、それそんな強くないかな。まあ、本来強いはずなんだけど。足取りって強いはずなんだけど、あんま使われない。積極的なコミュ障。
いや、きついんじゃない？ケツ4ってきついと思う。いや、やっぱ結局スタッツだな。結局スタッツなんだよな、診断になっても。きついっしょ、これ。もう極楽、次のターンは極楽と、覇者か、まあエメラルかって感じですか。何これ？太陽か？ゴリゴリ回復してきそう。エメラルドゥーン。バギマありかな？ランクバギマ。ランクバギマは、君が思うほど悪くない。痛いという確認。笑わせないでくれ。ひどいのはお前だ。痛いって分かってて殴る。悪いことやってるって自覚あってやるやつはもうよくないじゃん。アスラ王ちゃん。頼りにしてるぞ。エンチャウン。相手配置プレミッタ。さて、よし。先行のミネ相手に、でしかもゾディアック6ターンにちゃんと打ててて、それでテンポ取ってるってかなり励みに。ただここで神竜来たらマジで。おわわのおわなんだから。応援ないからな。死ぬ間に撃たれたら。結構しんどいというかなというか。もう一回バギマ来ないかな。で？力か？え、力じゃないな。え？一個性取れんの？嘘つくな。取れてたまるか一個性。13ダメージたまりませんな。エメラルドーンが腐ってるという贅沢な贅沢な腐る、まあ、そうするしかないよね。いやー、これ神竜以外だったらいけるでしょ。神竜でもワンチャンあるか。なんでお前トップで神竜なんだよ。おかしくね、トップ神竜は。さすがにおかしいと思います。いや、もうドラゴン来んなよ。よしよしよし、そりゃそうだ、そりゃそうじゃ。大木と PhD もすっきり。他はエメラルドーン行こう。ドーン、いいエメラルドーンだ。頼む。ご利用してくれ。エンチャウン。ちょ、てか、診断のさ、新しい、ラビエルトが使いたいんだけど、俺。ラビエルとイザヤールを俺は使いたいんだな。ちょ、来てくれ。頼むから。それはお前、診断要素だろ。逆転への兆し、包み下ぐらいじゃないと、どうしようもないんじゃないですか。あー、回復がうぜえなぁ。ただこれ、セーナが、まだ死ぬべき時ではないわ。いい感じになるのと。太陽のタロス。二枚。燃えなさい。リソース切れねえかな。まだ死ぬべき時ではないわ。で、ククールより回復してんだよ。マジでエメラルドゥーン取れんの？はぁ？なかなか読みづらい未来だ。あんた間違えてるよ。おかしくね、いくらなんでも。
行きます。おかしいよ、それはいくらなんて。遅いよ、ハゲ。スキルないから天助使う意味ないもん。戦闘は苦手ですが、精一杯務めさせていただきます。ハゲすぎて。転職をご希望ですか。よし、稲妻は悪くはないが、勝利が怖い。要は勝利が怖いでござる。兆し入れてないのかな。奇跡軸多いから刺さんないみたいな。要するに建物軸にあんま兆し刺さんないから、まあそれを考えて入れてないみたいなことあるかもね。恐ろしいですよ。ちゃんエメがさすがに取られちまってる。呪いのランプ、ちょ、太陽もう多すぎて。何回復してんの。4回ぐらい太陽使ってない。あれで引いたんだろうな。嘘、これ嘘。神風ある。神風あるんじゃないのこれ。下が下げてるな、マジで。なかなか読みづらい未来だわ。私はどれにしましょう。勇者の目、勇者の目、勇者の目、勇者の目。勇者の目。私のターンです。勇者の目。頭がおかしくなることでしか正気を保つことができない。悲しい現実。さあ、未来は私の手の中に。太陽6回復にしないか。いい加減、いい加減、太陽6回復にしないか。使い回しが鬱陶しすぎる。あるんかい。見えました。包み下。いや、まあ、それはまだいいかな。私がいない。いや、よくねえよ。それでいいと思っていた俺がバカだった。許せねえ。すぐやれる女、実質セラフィー。兆しくんね。もう知らねえ。知らないからね。その兆しケアしろとかそういう知らない。いや、お前さ、マジでもう怖い。ごめんなさい。感情的になって申し訳ございません。上級天使イザヤール、参る。前はイザヤール。今こそ後期。後期。もう行動していたようです。しかし私が感情的になるのも仕方ないことでしょう。 25% 外すだなんて。一つ二つ感情的になってはいけませんか。ちょっと手役コード3ターンまでとかにしてくれ。制約をつけてほしい。絶好調にする。相手相手でこれ逆転の兆し引けない限りは返せないんじゃない。神竜おまけ程度に出てる意味あって珍しいよ。頼む、兆し以外。兆し以外だったら俺は何だっていいんだ。例えば死神でも俺は構わないと思っている。しかし兆し、お前はダメだ。逆転すぎるもん。兆しね、出た当初弱いって言われてたんだよね。覚えてるわ。絶対強いって言ってたの。死神のタロット。いや、まだ許せる。だって、これプレミじゃねえ相手。ゲルザ死ぬでしょ。前列殴っとけばと。あのね、私はね、人のプレミにはうるさいんですよ。自分のプレミにはすごく優しいです。
人のプレミには敏感でね。あそこ殴っとけば、まあんま変わんなかったろ。でも回復ないからね、せいにゃいる人も。ポズが、いい感じに。いらない感じになってる。どれじゃなくて誰？ちゃもたそう。さあ、覚悟してください。やっぱ誠意な回復すべきだね。かわいいし。ゲントタミン。おんじゃ。あ？行きます。参りました。さすが誠意な、サンダー。偉すぎる。何今の2点。一瞬、バカにしようと思ったよ。勝つ。いや、イザヤールのおかげかな。どうなんだろう、あんま関係なかった気がするけど。いや、でも強いわ。でも十分強いよ。イザヤールよ。お前は十分強い。お前はよくやったよ。強すぎるわ、これ。やっぱイザヤールとラビエル追加されるだけでかなり安定度増すと思うな。うん、これでエメラル入れたら、あの、パワーがやっぱ違うからさ。で、仁王立ちとかも割とエメラルドーンとウドラーとか多いから、奇跡的、まあ、奇跡的に見てて、あの、エメラルドーン2枚入れたんですけど、まあ、ありがち刺さるんじゃないかなと思います。うん。てな感じで、まあ、このデッキが参考になったとか面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。イザヤールマジで強い。じゃあね。